爆笑問題さんとさ、うん、タイタンライブ、タイタンライブ出させてもらって、うん、まあそのなんか楽屋乗り無視されたっていう話は、え、ちょっと待って、うん、あ、猫どうした、あ、どうしたっけ、うち何にもしてないよ、え、私も何にもしてないわ、じゃあ置き去りやんかやばいかも、ちょっと待って、ね、一応そのまああるねんね、いつも楽屋乗りっていうか。絶対太田さんがピストルで撃ってくるから、うん、うちらが。一ボケ。そんで、うちら一応猫を仕込んでたのね。太田社長が飼ってる猫を中に仕込んで、でそこからもう血いっぱい出てるっていうのを、うん、に仕込んでたけど、そうそう、まあちょっと打ち合わせしてはったから、タイミング逃して。うんうん、で、太田さんがブーマーさんとプリンプリンさんの楽屋にいてはって、はいはいはい、んで、もう和気あいあいとしてたから、うちらがパーって挨拶した時も、うん、おーで終わったっていう。なんか結局そのお腹からその紙を出して、うちらも出番出て、うん、そうそう、持って帰ってないかもしれない。それに、置いてたやんな。やば、これもし片付けの人が見たらとんでもない。お前、脅迫状やん。